どうもバルビレンタリースです。今回なんですけれども、こちらの車両アルファードの新旧比較をやっていきたいというふうに思います。たくさん新旧比較、あとアルファードの徹底解説みたいな一大紹介の動画はですね、もうすでに出回っている状況で、どんな動画をお伝えしていくのか、まあうちの動画の特徴でもあるように歴代比較とか、まあ他の動画でやっていない動画をお伝えしていければなというふうに考えております。でちょっと動画がですね、まあ車両も大きくて内容量が非常に濃いので、前編と後編に分けて、お伝えしていきたいというふうに思います。ゆくゆくうちにもですね、新型ベルファイアもやってまいりますけれども、ベルファイアの話も少し混ぜながら今回お伝えしていければなというふうに考えております。ということで、まあ、いくつか資料を用意したので、なのでそちらを見ながら比較できるような感じでお伝えしていくようにしていきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは見てまいりましょう。まあ、レンタカーで冬なので、ちょっとスタッドレスタイヤ履いてるので、ちょっとごめんなさい、こんな感じの雑な感じになっちゃうんですけれども、これ純正のホイールになってます。向こうもですね、純正のホイールがついている状況で、向こうはスタッドレスタイヤ、純正のホイールについているので、タイヤだけちょっと違うものがついている状況になってます。今回見るにあたって注意してもらえればなというふうに思います。まあ、こちらの車両、新型アルファード、2013年に新しくモデルチェンジが発表されて、最近ようやく皆さんの手元に届き始めてきたのかなというような状況になってきておりますけれども、アルファードより、まあ、ベルファイアの方がまだ走ってるのそんな見ないですね。まあ、最近宮城県でもちらほら見受けられるようになってまいりました。まあ、東京の方ではもうずっと前から、だいぶ前から見えるようになってたよっていう風に思ってる方いらっしゃるかもしれないですけれども、宮城県の方は比較的遅いです。こちらのアルファードはですね、非常に人気のある車両になっております。ベルファイアと違って落ち着いた高級感っていうようなイメージが強いので、なのでビジネスで使う人、あとファミリーカーとして選ぶ人、たくさんいらっしゃいますね。まあ、アルファード非常に人気のある車両になっております。 AK69 さんとか、あと YouTuber のラファエルさん、ヒカルさん、あとカージサックスさん、まあ、芸能人と方たちがですね、こぞってアルファードを、僕の愛車紹介、車納車されましたみたいな動画を出しているくらい人気の車両で、かつ、まあ、再生回数が、まあ、比較的つきやすい車両ということで、まあ、YouTube 目線でもお伝えしちゃうわけなんですけれども、まあ、そういった人気の車両のこちら新型モデルということになっております。まあ、対してこちらの車両はアルファード、旧型のアルファードなんですけれども、まあ、こういったところにガッツミラーがついていたりというところで、カメラがついてないので、なのでこれはまあつけなきゃいけなくてついてるわけなんですけれども、まあ、こういったところに違いもあったりとしますけれども、まあ、全然古臭さっていうものは全く感じないですね。でこちらの車両、ここの部分金色に待っておりますけれども、こちらはですね、特別使用車のタイプゴールドのアルファードになっておりますので、金額の目線では、まあ、そこまで釣り合いは、まあ、ベストではないですけれども、他の金額とかも比較する表もお伝えしながらいきたいと思いますので、まあ、釣り合いはそんなに考えず、新型の車両もですね、まあ、後ほどお話ししますけれども、非常に中古で買う価格がですね、高くなっておりますので、論外だこの新型のアルファードはって考えている方もいらっしゃると思います。まあ、最近のトヨタ車両、新型新車で買おうとすると非常に納期がかかるので、なので中古で探してみると、なんだこの価格はみたいな金額で売ってたりとかするので、こっちの車を探しているっていう方もいらっしゃると思います。なのでそういった方に向けても参考になるような内容でお伝えしていきたいというふうに思いますので、まあ、この先ちょっと時間は長くなると思いますけれども、内容量豊富でいきたいと思います。はい、それでは歴代比較やっていきたいと思います。新型の車両は2023年6月に発表されて、まあ、今2024年1月になりました、2月になりましたけれども、アルファードはですね、初代が2002年に登場してきております。そこからですね、こちらが4世代目3世代目ということで、合計3回のフルモデルチェンジがされております。で3代目についてはちょっとマイナーチェンジでデザイン変わってたりとかもしますけれども、2015年から2023年で
でおおよそ8年ぶりのモデルチェンジということになっておりますので、8年分の違いが詰まっているということになります。ベルファイアの歴代についてもこれ載せておきますので、これも今回は簡単で割愛していきますけれども、こちらの表も、参考にしてもらえればというふうに思います。ベルファイアは1種類のグレードしか売ってないような状況になってて、噂ではですねベルファイアはなくなるんじゃないかと言われておりましたけれども、それがですねまさかまさかで新型が発表してきた時にアルファードとベルファイアが健全で登場してまいりましたので、まあ、そこはちょっと僕にとってサプライズだったなっていうふうに思っております。ベルファイアは先代まで非常に販売台数売れ行きがですねちょっとこう伸び悩んでいたところがあって、アルファードのこの落ち着いた印象、ベルファイアのちょっとアグレッシブさ、外装の違いしかほとんどないじゃないかみたいな違いがありましたけれども、今回の新型になってからですねアルファードとベルファイアの違いが明確になってまいりました。それはですね今度の動画に託していきたいので割愛していきたいと思いますけれども、まあ、資料だけはポンと載せておきます。一時停止で確認してもらえればというふうに思います。まあ、ちょっと話脱線しましたけれども、今回はアルファードの歴代についてはこのような感じになっておりました。改良ポイントについて簡単にまとめました。こちらの表を確認しながら見てもらえればというふうに思います。まあ、全長全幅全高についてはですね数字についてこのようになっておりますけれども、全長が長くなっていたり、あと全幅は変わらないんだけれども全高が変わっていたりとかしております。であと最低地上高もですねベルファイアも交えてちょっと比較していきたいと思うわけなんですけれども、新型アルファードだけベラボーに最低地上高が下がっているんですね。そこはすごく差が出ております。その代わりにベルファイアの方はそんなに変わってないということで、新型だけで見比べたらめちゃくちゃこう差別化されている部分の一つにもなりますよね。今回この2台で比較していった時にアルファード同士でいくと最低地上高が非常に低く構えてあります。これはですねプラットフォームが GAK っていうプラットフォームがベースになって作られていて、低重心化を図られていることがポイントになっております。なので低重心でかつ車両剛性非常に大きく変わっております。往来費プラス 50% ということでですね、実際に僕こちら2台ともさっき乗ってきてみたんですけれども、これがこんな感じです。こっちだとこうでこっちだとこんな感じ、非常に乗り心地が柔らかくて上質で安定感とか快適性が変わったなっていうのをすごく感じられました。ミニバンっていうちょっと特性上風にあおられやすかったりとか、ミニバン特有の乗り心地もある中でこの上質な乗り心地さらに進化してきたかっていうぐらい違いました。デザインが全然違うっていうのもあるんですけれども、まあ、こういったトヨタさんのロゴマークに変わっていますよね。アルファードの文字なくなりました。ただこれもう使われなくなったかっていうと車の側面ですね、このピラーのところにですね使われております。アルファードのロゴと文字が入っております。室内についてはですね長さと高さが新型の車両は旧型より短く低くなっております。数字について見比べるとこのようになっております。幅はですね新型の方が広くなっているんですね。室内空間の広さの感覚的には幅が広くなっている分こっちの新型の方が少し広く感じるかもしれないです。じゃあ長さ短くなった分高さ低くなった分窮屈感は少し大きくなったのかっていうとそうでもなくて、一番前のフロントのシートからセカンドシートとサードシートまでの距離がちょっと長くなっております。なのでセカンドシートアルファードの魅力ですよね。エグゼクティブラウンジシートとかエグゼクティブパワーシートとか立派なセカンドシートがついておりますけれども、そこの席に座った時の窮屈感が狭くなったっていう風な感覚はありません。後で内装のところでですね詳しくお伝えしていきたいと思います。それとあとグレードの選択肢を比較していったときに、こっちの旧型の方はですねグレードの選択肢が2駆4駆とかガソリンエンジンとハイブリッドも合わせると大量にあったので非常に分かりづらかったんですけれども、 Z とエグゼクティブラウンジシートの2つになったので非常に分かりやすくなりました。まあ、ちょっと別な話合流ですけれども、ベルファイアエンジンの違い出てます。ターボがついてるんですね。なので新型アルファードと新型ベルファイアを見比べたときに完璧に差別化されてる、明らかに差別化されてるなっていうところが、いくつか出ておりますので、まあ、こっちの 3.5 リッターのパワーが欲しいなっていう方は新型アルファード新型ベルファイアで迷った時に新型ベルファイアを選べば、この新型アルファードはたどり着けない力強い走り、ベルファイアはアグレッシブさですよね。外観のちょっといかつさ
のある高級感っていうような感じと、落ち着いた印象のアルファードっていうのは、まあ、僕のイメージでまあお伝えしてますけれども、まあ、そんな感じの違いがある中で、走りにもアグレッシブさが出ているっていうところを考えると、アルファードとベルファイア新型ですね、明らかに違いが作られているなっていうような印象を受けております。なくすんじゃなくて違いを作るっていうところが面白いですよね。なので、もしキビキビしたアグレッシブさ、強い走りが欲しいっていう風に考える方いらっしゃるようでしたら、アルファードの選択肢は捨てて、ベルファイアを買うようになるのかなという風に思います。ホイールベースは同じ3000ミリになっております。続いて価格について見比べていきたいと思います。アルファードはですね、一番高いエグゼクティブラウンジシート E4、ハイブリッドですね、これで872万円です。で、対してベルファイアの方が20万円高くなっております。 Z ハイブリッドとかになると70万ぐらいの違いが出てますね。非常に大きい金額の差が出ておりますよということになっております。で、あと下の Z グレードガソリン、一番安いところで540万円、ベルファイアで655万円ということで、金額に大きな差が出ております。最近のトヨタ車両はですね、新車より中古車の方が高くなっているということでですね、新車の価格と、まあ、中古で売ってる価格をちょっとカーセンサーで見比べてみたところ、このようになりました。ちょっと細かい数字たくさん並んでるんで、一時停止とかしながら見てもらえればと思うわけなんですが、例えば左側の Z グレードハイブリッド E4 ですね、642万円で売ってる車両がですね、1台の抜粋なんですけれども、いろんな金額で売ってます。1056万円で売ってる車両もありました。異常に高いです。これは高いですね。で、対してベルファイア、もし同じ目線でいくと712万円の車両が1279万円で売ってるものもありました。ちょっと参考にしてほしいんですけれども、 Z ハイブリッド2駆のベルファイアのところ995ってちょっと入れておいたんですけれども、もう1台こんな金額で売ってましたよっていう風な参考でちょっと僕がメモで残したんですけど、1220万円、690万円が1220万円で売ってるものと995万円で売ってるものがありました。基本的には中古の価格って新車より安いはずなんですけれども、納期が今トヨタさんの車両ってすごく時間がかかってるところがあって、その納期に比例して中古の価格がめちゃくちゃ高くなってるっていう現象が、ランドクルーザーとかアルファードとか新車でほとんど走ってない状態で車屋さんで売られてる車、それはすぐに乗ることができるようになってるんですけれども、その代わりにべらぼうな金額が付けられて売っておりますということになっております。新車で買って納期1年2年待って買うのが損しない買い方になりますけれども、実際売るときはですね、もうそんな1200万で買ったものを1200万で売るっていうことはできないです。カーセンサーとかそういった中古車の一覧のところを見ると、そういうふうに並んでいる車が売られているということになっておりますけれども、なので400万とかすげえ金額差がついてたりとかしますけれども、これなんでこんな金額ついてるのかなって実際調べてみてたんですけれども、これはですね、もう完全に物はいいねみたいな金額がついてるなっていうような印象を僕は受けました。ベルファイアのところ見てもらえればと思うんですけど、1200万で売ってる中古車屋さんもあれば、995万で売ってる中古車屋さんもありますよということになります。新車の価格がこの金額なので、995万で売ってるのが一番安い。でもその僕がじゃあ1台来たら800万で売りますって言って載せてたら、それ一番売れる確率高くなると思いませんか。なんとなく僕メルカリで出品するとき、例えばそういう金額の付け方つけます。いいね状態になっているのが、まあ今のこのアルファードベルファイアの情勢なのかなっていうような印象を受けております。まあなんか微妙です、なんとも言いづらいんですけれども。外装の違いについて見比べていきたいと思います。まあ、フロントグリルの形がですね、だいぶ変わりましたね。こっちの方がこう大きく開口したような感じの印象になりました。で、こちらの車両はタイプゴールドになっておりますので、なのでここの部分が金色になっていたりしますけれども、ここハイブリッドになってたりすると青くなってたのが、こちらの車両ハイブリッドなのに青いっていうことがなく、普通の感じになりましたね。で、エンブレムもトヨタさんのロゴマークになってるし、旧型のアルファードはですね、グレードの選択肢がとにかくたくさんあります。なのでここのデザインがすごくカスタムされているような作りになっている印象を受ける方いらっしゃると思いますけども、エアロパーツ付きのアルファードとノーマルのこっちに近づいたようなちょっと落ち着いたアルファードのグレードによって違いもあったんですね。新型の方はエグゼクティブラウンジになっても Z グレードでもこのフォグライト周り、このような感じになってましたけれども、
こう旧型の方はグレードが変わると、あの印象だいぶ変わります。でヘッドライトも見てみると全然違いますよね。やっぱりトヨタさん最近細いヘッドライトハマってますよね。こんな感じです。で三眼 LED ヘッドランプ、三眼 LED ヘッドランプになってますけれども、旧型の方はグレードが変わると二眼だったりとかします。シーケンシャルウィンカーどっちもなってます。これタイプゴールドだからシーケンシャルウィンカーこっち流れてますけれども、旧型のアルファードはグレードによってシーケンシャルじゃないものもあります。グレードによって旧型の方は変わりますけれども、新型の方はもう全車両全グレード標準でシーケンシャルウィンカーということになってます。デザインはちょっとまた後ほど向き変えるんで、デザインはまた後で行きましょう。フロントだけでも随分見るところいっぱいありますよね。ここの部分ちょっと分かりづらいんですけど、僕の過去の動画見てもらえたらと思うんですけれども、あのスモークメッキになってます。若干光沢がですね黒みがかってるんですよ。ちょっと分かりづらいんですよね。すごく見比べてみないと分かんないんですけども、タイプゴールドなのでちょっと特徴があるんですよ。特別仕様車なので40種類近くグレードがあるので、見比べながら行かないといけないのがちょっと今回気をつけていかなきゃいけないポイントです。こっちの新型の方がすごく説明解説しやすいです。非常に少ない数のグレードなので、なのでカタログ見てて見やすいし選びやすいって感じでした。フロントグリルはですね、エンブレムの部分がこう前に突き出すような作りになってんのかなって思ったら、意外とこんな感じなんです。横こうスパッと切られてるような作りになってます。まあ闘牛のようなイメージっていうことで、なんかこう前に突進するようなイメージでエンブレムが前に出てますねっていう表現めちゃくちゃ見たんですけど、あのこう見ると向こうの方が前にこうスポッと突き出てるような作りになってるような気がします。ここのボンネットの部分が高くで、ここの作りを角のようなイメージに僕は感じたんですけど、皆さんどうですかね。僕はちょっと並べてみてそういう風に感じてます。こっちの旧型の方がここ突き出てますよね。前にスパンと切られてないし、ボンネットが比較的斜めに滑らかに降りてきて、でメッキパーツの部分もここなんかちょっとラインがついてます。ボディラインが深く入っていて、でここら辺滑らかな作りになっていて、でこれはエアロタイプなのでちょっとここら辺装飾が強くてゴツゴツした印象も強くなってますけれども、アグレッシブさと滑らかさっていうような違いはありますけれども、古臭さは感じないですね。で洗車した後ですね、タオル上すこうペーッと拭けるんで、こっちの方がすごく楽に感じました。こっちはですね、ちょっとここら辺のところに水溜まってね、ちょっと拭き取りづらいなっていうような感じ、すごく拭きづらかったです。メッキパーツここダンと縦に大きいパーツついてます。旧型が古臭くなってないっていうところがまたいいですね。ここもライトで光るようになってます。突き出てるようになってますけど、これ空気流せそうですね。こっちの車両はガッツミラーついてますけれども、これはちょっと致し方ないですね。必要なので、まあ外す方法もありますけど、結果こっちにカメラつけなきゃいけなかったりと、まあ手を加えないといけなくなりますので、このまんまの状態で見比べると、まあちょっとガッツミラーがついているということになります。あとグレードによってついてるついてないの違いもありますね。でサイドミラーはですね、極力前をきれいに並べている状況下で、若干新型の方がこう後ろの方に行ってるような感じになりました。明確にちょっと位置に違いが出てますね。今からアルファードの向き横向きにして見比べていきたいと思いますので、より詳しく見ていきましょう。